マローダーは南アフリカ共和国のパラマウントグループが製造する対地雷防護能力を有する総輪装甲車。2007年にアブダビで開催された国際軍事見本市でヨルダンとパラマウントのジョイントベンチャーとして公開された。マローダーは偵察、平和維持活動を目的として開発された。乗員は2人、これに8人が同乗可能である。 パラマウントグループが同時期に開発したマタドールより一回り小さい車両となっている。前輪駆動の4輪、または6輪の設計で、4輪の走行兵員輸送車、救急車、火力支援車、指揮車、6輪の 120mm 自走迫撃砲、弾薬輸送車等が提案されている。ターボチャージャー付きのディーゼルエンジンで駆動し、航続距離は 700km、最高速度は 時速 100km に達する。車体は二重化されたモノコック構造であり、スタナグ4569レベル3相当の防弾、耐地雷性能を備える。オプションとして、追加走行、通信機、7.62mm から 14.5mm 機関銃まで対応する、ウェポンステーション、対艦装備などが提供され、積載重量は 4000kg。 自重込みの最大戦闘重量が1万7 0 0 0ラムとなっている。2011年6月、イギリス BBC のトップギアシリーズ17の初回で取り上げられた。リチャード・ハモンドの運転で、車体下方での爆破実験を含む試乗を行った。番組による世界で最も止められない車両との評価は、パラマウントグループによるマローダーの紹介文としても使用されている。なお、 日本では一般人が買える走行車などと紹介されることが多いがパラマウント車は政府機関以外には販売しないことを明言している。2008年アブドゥッター2世国を設計開発局とパラマウントグループは生産、製造について合意し、またールと合わせて50両を導入するヨルダンが最初の採用国となった。2011年には アゼルバイジャンでも生産の合意に至っている。運用国アゼルバイジャンで国産化された、マローダーカザフスタンで国産化された、アルランアルジェリアアゼルバイジャイコンゴ共和国ヨルダン、カザフスタンマラウヨマーンシンガポール。ありがとうございます。